優雅に咲き誇る大輪の牡丹の花。南国市の四国霊場29番札所国分寺では、30年ほど前に中庭の参道沿いに植え始めた牡丹がおよそ50株にまで増え、この時期人気のスポットとなっています。今年は例年より少し早く1週間ほど前から咲き始め、赤やピンク、白など色とりどりの牡丹が見ごろを迎えました。国分寺では雨や風で傷まないように花のそばに白い傘を広げるなど、見ごろの時期は特に気を使い世話を続けていて、訪れた人が色鮮やかな姿をカメラに収めていました。今綺麗に咲いておりけん、心癒されるね。牡丹の花は今週末までが一番の見ごろだということです。